はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、ということで今日はこちらですね。うん、ラジオコントロール爆走派 M です。はい、ということで冒頭に少しご覧いただいたあのすごい速い車、うん、これはこちらなんですね、うん、そう、かっこいい車だよね、うん、こんなにね、ちっちゃいボディなのになんとね、最高で18キロのスピードが出るんだって。すごい、すぐ超速いよね、うん、はい、では早速開けていきましょうか。はい、はい、あい中には取扱説明書が1枚とこのコントローラーと爆走配分本体が入っておりますね。はい、はい、ということでこちらがコントローラーですね。はい、なんかね、拳銃みたいなデザインになってますね、うん、はい、でここがトリガーになってます、うん、でこれを引くとどん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 スピードが上がっていくわけですね、うん、最大で18キロ。前に倒すとバック、そう、前に倒すとバックします。はい、それでこのタイヤ、これがね、うん、ハンドルになってますね。これを右に回すと車体が右に曲がって、左に回すと左に曲がりますね。はい、それでこのコントローラーは QV 格電池入れますね。はい、はい、でこの部分にスイッチがありますね、うん、電源オンオフがここにあります。はい、こちらが爆走派エボ本体ですね。はい、すごいかっこいいよね、うん、そしてすごい軽量ボディになってて軽いよね、うんうん、それでこのタイヤがハイグリップタイヤっていうので、うん、しっかり路面を捉えてくれるみたいですね。おで本体裏側のこの部分に単三電池を4本入れますね。はい、それでこちらにスイッチのオンオフがありますね、うん、あとこれトリム調整レバーって言ったって、うんうん、あのね、この車体がもし斜めにちょっと走るようになってきた場合はこれで微調整できるみたいですね、はい、それでまっすぐ走るようになるみたい。お、はい、それでは電源オンにしてみましょう。本体からいきますね。はい、お、プープーなってます。そしたらコントローラーの方も電源をオン。オン。おーおー、したしたした、びっくりした。早いね、すごい。あ、ちゃんとコントロールできてるね、うん、お、これはね、外で走らせてみたいね、うん、じゃあ走らせに行きましょうか。うん、はい、ということでサーキットやってきました。うん、ここで思いっきり走らせましょう。うん、はい、じゃあ早速やっていきましょう。うん、行きます。はい、お願いします。おお、早い早い早い。戻してきて、こっちに戻して。はい、戻ってきます。おお、いいね、はい、早いじゃん。あ、すごい。おお、はい、じゃあね、どれぐらいの速さなのか、エイシン君とちょっと対決させてみよう。はい、エイシン君と対決ね、うん、いきますよ。はい、せーの、はい、うわっ、早い早い。うわー、おお、スピードが緩いと小回りに行って、スピードが出ると大回りになる感じだね。怖い怖い、めちゃくちゃ怖い。いやはい、爆走波実は2台ありますので、これから対決していこう、うん、それでこれの勝負に勝った人がご褒美になんかやっていいということにしようか、うん、はい、ここがゴールラインにしよう、うん、でこのグリッドの一番後ろから、うん、あそこから競争してどっちが早くここにつけるか、おやりましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう、うん、もう一回やろう。うそー、 5、4、3、2、1、スタート。パパだろ。あー、パパ、うん、はい、ということで今回はパパの勝ちだね。うん、なんでもいいんでしょ。うん、じゃあもう一回やりたい、このレース。お、いい、うん、いいよ。よし、じゃあ今度は
カーブでやろうか。うん、うん、じゃあやっていきましょう。うん、はい、それでは今回はこのコース半周させましょう。はい、多分届かなくなっちゃうんで、うちらも走っていこう、うん、はい、行きますよ。5、4、3、2、1スタート。ということで、エイシンくんが1位なのかな、わかんない。まあ一生いっぱいだったね。うん、うん、楽しかった。楽しかったね、面白かった、うん、やっぱ広いところでやると気持ちいいね。うん、はい、ということで今回は爆走波エボでした。はい、エイシン君楽しかった？うん、楽しかった、よかったね。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。